こんにちは、メガリアです。今回ですね、現在お借りしていますのぞみ Wi-Fi さんのグローカルミー U2、 こちらでですね、ちょっと怪しい動きをしたので、ちょっとこの動画ですね、あまり編集しない感じになっちゃうかもしれないですけど、急ぎで出したいと思います。まあ何が怪しいかと言いますと、ちょっとこれ制限かかっちゃったんじゃないかなという動きなんですけど、皆さんにも見ていただけたらと思います。まあ、あとですね、のぞみ Wi-Fi さんの中の人見ていただいて、まあ多分 Twitter で返事いただけるかとは思うんですけど、まあちょっとこれ怪しいなっていう状況なんで、まあのぞみ Wi-Fi さんの方もしっかり見ていただければと思います。はい、ということで現在ですね、4月18日6時44分です。今こちらですね、 Wi-Fi 63500というのに接続されています。まあ、私がお借りしているグローカルミー U2 の、まあ、こちら、まあ、番号なんですけど、今これね、全然読み込まないような状態なんですよ。はい、でこちらですね、グローカルミー U2 とつながっていて、データ利用量を確認できる画面になっています。そしてこちらですね、いつも出てきます、まあ、iPhone です。こちら接続を確認していただきましょう。ちょっと画面変わっちゃいましたね。こちら Mac と同じ Wi-Fi 63500というのが左側のグローカルミー U2 につながっています。右側は富士 Wi-Fi につながっています。はい、今ですね、これ立ち上げてるんですけど、まあ、例のサーバー検索ということで全然つながらないですね。先ほど時間かかってつながったのでそのままにしといたんですけど、なんかまた画面戻っちゃいましたね。でこちらですね、まあ、グローカルミー U2 本体の電源を切ったりしたんですけど、まあ、この状態という感じです。まあ、サーバー全然つながらないですね。ちょっと時間が経てばつながるかもしれないんですけど、で私ですね、使用量を確認して、まあ、こうちょっとメモってはいたんですけど、まあ、昨日の朝9時の段階で 98.04GB 使っています。で今ですね、まあだいたい6時48分なんですけど、 24GB 使ってます。まあ合計 120GB ぐらい使ってるんですけど、まあ途中ですね、最初のこの4月4日とあと4月12なんですけど、まあ忘れて測れなかった部分とかあるんですけども、まあ、120GB を超えたところです。というところで今ですね、このような状態になってます。あ、こちら来ました。まあちょっと明らかに遅いよっていう感じなんですけど、早速測ってみたいと思います。はい、もうエラーになっちゃいますね。右側の 304ZT は問題なく測れていますが、左側のグローカルミー U2 はもうほぼ通信できてないような状態になっています。まあおそらく制限がかかったのか、制限がかかったような状態ですごい低速になってるんではないかと思います。まあ今これようやく来ましたね。もう一回スタートしてみましょう。
ダメですね。はい、ちょっとこんな感じでですね、急ぎで、まあろくに編集もしないような動画になるとは思いますが、まあこちらですね、早急にアップさせていただいて、まあアップするのは 304ZT になると思います。まあこちら早急に出させていただいて、のぞみ Wi-Fi さんの方に見ていただければと思います。まあ他の方もですね、まあ同じようなことあるのかもしれないんですけど、ないかもしれないです。まあ何か意見をいただけたらと思いますので、コメント欄に書いていただけたらと思います。はい、ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。